<笑><笑>ああ,あ,あ見る影もねああダバだ,だわこれ <laughs> さあ2週間ぶりですね12話戦いの足音あーあれか12話だから振り返りからかな切っかけりだもんね <laughs> 最初はね、こんな感じだったんだよね。これが出会いなんだよね。だけど、今は唯一無二の友達やん。そう、ぼっちは心が強いんだよね。それがぼっちの強さなんだよね。だけど、そのぼっちが今はこう、武力っていう力もね、手に入れたってるのもまた面白いよね。で、ダイダも、 あの心の強さってことなんだた強さっていうのは何なのかって考えてるしねうんうんかげえ <laughs> あでボコボコにされてねでこれがあのヒーリング直してくる時だよね 影ねこっからほんと影がさ株爆上げしてくるんだよねほんとうんぼっちの頑張りを見てほんとの自分に戻ったんだよねこいつに <laughs> あ,あ あてか結構振り返るね。あー、痛いこれ、だって、影だからできるかなと思ったけど、体なんだよね、要は。もともとは多分違う体なんだよね。まあ、生まれた時から影は影なんだろうけれども、一族にかけられた呪いが解ければきっと、で、ベビーもね。なんかこう、それぞれの見方が全然変わったよね、最初からさ。ほんとただの悪役かと思ったけども。 それぞれに人生が、うん、いやマジで連続2ークールでよかったわこの2週間待つのもすげえ辛かった俺ハハちヒーリングねでヒーリング今 あの手下連れてきてるよねそれぞれが戦力整えて今ボッツ王国に来てんだよね特には、えー、と今整理してるんだけどデスハーがこの木に乗で攻め落とそうとしているで王家もあここねドーマスもいや本当ドーマスもうやばいなって落ちたなって思ったけども なんとかね、今持ち直して。<laughs> 俺だ <laughs> お前だ <laughs> いや、ここ、ほんとで、最高やったで、ね、ちょっと、見せどころをさ、ちょこちょこさ、持ってくるやん。<laughs> ちょっと、だいたい,ういう振り返りってさ、これまでのこう整理したり、語ったりするとこや、ちょっと、見どころが <laughs> ありすぎて <laughs>。はい。デスパーさんね。うん。 自分に合った武器ね頑張ったんだよねでそれを支える影ね料理もして勉強もしていやほんとデスパーさんいい人だったよねちょっとくらいなんかあるかなと思ったけどさほんとに純粋にただのいい先生 <laughs> 最高の師匠はい名府騎士団ね オウケンとあとブラックレッドギガイ族キングボーンうんでミランジョとアピスもねいやもう本当大詰めだよね多分前期のはいここからですねんあオープニングか もしかして11話で一回ななのかなもう後期なのかなこれもしかして前期の振り返りってことかなるほどおお新しいオープニング多いなダイダとミランジョもいたねあの二人が一体どうなるのか 鏡が割れ、いや、今、ダイダがね、ミランジョの心を救おうとしているけれども、まあ、鏡と知らずうん、それがどうなるのか、あデスハーさんにもなんかあんのか。あそうだね、小さい頃から、あねえ、ちょっともうみんな、もうみんなこらりすぎ。<laughs> たぶん誰一人この作品には根っからの悪っていない気がするんだよねそれぞれがっていうのがねなんだこれめっちゃいいじゃん新しいオープニング「戦いの足音うんヒリング この4人は何なんだろうね精鋭4人あのレッドとかブラックとかそういうことじゃないよね多分ね多分一応修行になってるね <laughs> 打ち合いは。 冥府騎士団とですはが別で動いてんだよね。状況あ、状況ね。うん。あ、これね。はいはい。ブラック、レッド、殺し屋ね。で、えっ、ー、と、なんだっけ、王権と。えっ、ー、と、ゾックと議会ね。怪力とはの体、議会。 ゾクゾク暴れろとミラン城何がしたいんだうんバカじゃないね ボスが何考えてんのかねアピスは多分ミランジョから離れないだろうね前回のギガンギガンキングボあキングボなの はい、王剣ね剣王殺し屋ブラック赤髪のレッドおいええー、てか人入ってねえし人形かえ はえな何が起きたえなんだ突然どうしたまあし,したいことしろとは言ったけどもへえなんでダイヤモンドなんだ本当はダイヤモンドだったんだね ただの人形、うん、やっぱりミランジョが操ってるんじゃないうん凍ってるやつねでミランジョの体も偽物なんだよねほぼほぼそれが今ダイヤになってるまあ確かにここにいる間はな、まあ、何が起きるか分からんわな おおいるし。うん。さすがにちょっと考えなしだったね。来たばかりで。うん、こいつはバカじゃないね。さすが、山賊の頭 なんか苦労人っぽいなゾック <laughs> あ戻った何な,なんだろういやお前が一番頭いいと思うよお前ら反省しろ <laughs> いいのとりあえず国めちゃくちゃにしてくれればいいの 戦いが始まるよねどっちがどう参戦するんだえでパーっつったマジでえ、来んのほんほんまくえはぁ、あ、またお金ね <laughs> <laughs> もうちょっといい別れ台なしあなるほどね相葉だったえっえっ何何が起きてんのえ馬肉になったとか言わないよねえっうん相棒だったんだねえ

ああ,ああ、見る影もねああ,ああ、ダバだわ、これ。<laughs> ああでもやっぱデスパーさん好きなんだ。おいおいおい、やばいぞ、やばいぞ、おい遅いし。<laughs> 潰れるんじゃねえの。いやいや、やばいやばい。馬じゃねえよ、これ。別の生き物、やばいやばい顔。<laughs> なんじゃこりゃ。 ああそうなんだやっぱ愛着がね <laughs> ダイエットしながら来るのかなうんじゃあまあとりあえずデスパーとデスハーと冥府騎士団は一応同じ方向向向いてるんだ来てんね 何なのこの状況はボスはミラン城かばってるってね誰か言ってたしやっぱまあ頭働かせるタイプだよねう <laughs> んおい誰だはああああ えっと、没落した王族だか貴族だっけおいおい扱いねえとんでもねえなんか毒図アホな毒図が来たよ <laughs> ちょっと青んええー、ねえキングボー本んなんかもう嫌いやわ <laughs> なんか 王様ランキングの中で珍しくすげえシンプルに嫌いなやつ来たわ。<laughs> あ、ちっちゃい。えあああ。<laughs> うわ<ー>。<laughs> アホにしか見えん。はいはい。 オーケン。オーケ強いんやろ大丈夫いや、もう首ちょんぱとか言っちゃうんじゃないのいや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 。お前もお前で狡猾やな。まあ悪いやな。いや。いや。だって剣王だぜ王、オーケなんだあ、シガ ガクガクしてるえビビってるなんてことはねえよなえ引くの嘘えキングボガでしょえいや王権の強さミランジョはやっぱ分かってんじゃないの 何が起きてんだろうんあ、また登る。はなんだ息整えてきたぞ。えなんだええ魔法か何かうわ あ、いや、剣を切ったのかな。ええー、おお、あ、剣だ、やっぱり。ああ。やば、こいつ。やば、残酷やん。ああ、一応手に動く。ああ、やっぱ剣切られてんだ。もう何もできない。ええー。 アーー何マのなんかフォースみたいな暗黒面みたいな <laughs> なんじゃお前ダース・ベイダーだったんかお前何こいつ不気味はあ何に本当に変態なのやばああかぶせるオーケンに お前がふさわしいってあ,あ、お、え、<laughs> お前がその流れでつける <laughs> え、いいのほうけんえ、やっぱりその顔を見て頬を染めるの ん今の人、この,この人さ、ぼっちが出会った人じゃなくて、後継ぎん何確か1位になったんじゃなかったっけ、あの人。で、なんか国を滅ぼしちゃったのなんか失っちゃったの何が起きたの ?1 位になった人おかしくなるんだよね。なんかお宝手に入れて。あ、こいつもこいつでちょっと。 国を王の座を欲してたのかまあ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 多少は同情の余地があるがえー、こいつやばえキングボー終わり本当にうわええー え本当にキングボー終わりしたいしてたよさすがに死んだよね今のはうんまあそれはそうだろうねおおんか済んだ目になったやんやお前おいおいすごいね よくついてったなドーマスになるほどちゃんと考えてんだねうん <laughs> やるやんドーマスんーなんだかんだドーマス憎めないねはいヒリングヒリングもその格好なんか格好可わいいねはいでここね はい、前と同じ状況ですけれどもこっちには戦力がいるよ盾持ってるいやうんアピスは心が本当弱そうだね、うん、あここでそうか知るのかさっきの戦争で死んだ 体を失ったのかなどこかでああダイタが持っったとかそういうことかなええー、本当あアピスが見つけたえ死んでるよねさすがに、はあえそんな珍しいの王様ランキングでこんなあっさりと あやっぱ生きてんだだって1位になったほどのやつのきっと息子だもんね多分ねきっとなんか力があったり、まあ、強いんだろうな、はい。というわけでじゃあ今日から、えー、と後期ですね戦いの足音。 まあ次かな本格的に動くのは。布帽子だからね。飛んでいくのね。だいつか本物をね、墓地が被って、あの玉座に着くことがあるのか、うん。王様ランキングの話どこ行った <laughs> まあの ?1 位の国のね、おかしくなっちゃった話はあったけれども。 あの寄ビ人みたいになっちゃったあの王様も参戦するってことなのかなうん強くなったねボッチ <laughs> うーん。どういう展開になるんだろうボッチが力を手にしたわけだけどもう俺杖無双をね王様ランキングがするとは思えんし。とりとこう人間関係とかね。 人生とかを丁寧に描いてくる感じやから、それぞれの。んあ、そっか、よくないんだっけ、後期も。はい、というわけで、えっと、今回は、えー、王様ランキングの12話、戦いの足音見ていきましたけど、まあ、それぞれが、えっ、ー、と、暴走区に集結して、これから、まあ、本格的に動くって感じですね。まあ、後期も楽しく見たいと思います。はい、というわけで、えー、今日の数スアニメリアクション、えー、王様ランキングの12話でございました。次回第13話でお会いしましょう。じゃあね。 そうだここでちょっとあのー、好きな人ランキングやっていきますか。<laughs> やっぱね、やっぱ僕の中ではね、うーん、やっぱり影が一番好きかな、影。そして、まあ、ほんと、僅差でぼっち。この2人のペアがやっぱ好きです。うん、で、次で、やっぱデスパーさんね。<laughs> まあ、声も好きだし、いや、ほんと優しいね。で、お金にこう、がめついというか。<laughs> で、ちょっと愛が深いというかね、こう、馬のこともさ、出てきたし、今回。いやー、好きよ。<laughs> この3人がほんとトップです。修行組がね、師弟関係が、あの、うちで暮らしてた3人がすごく好きで。で、次にやっぱ、うーん、ヒリングかな。ヒリングの、こう、やっぱ、不器用だけれども、えっ、ー、と、ぼっちをこう愛していて、大切に思っていて、で、今、代打を取り返そうとしていて、頑張ってる、強いお母さんっていうね、不器用だけれどもっていうところとベイビーも なんだかんだだか着てるしいやでもやっぱりその前にまあドーマスがね何だろううーんすごく揺れてんのよすごくもともと好きなキャラだしうんやっぱねうーんちょっと可愛いなと思うところもあるから <laughs> うん切り捨てづらいんだけれどもでもねあの時ちょっと一家や墓地を、えー、蹴落としてしまったっていうねところがあるから。 うん、かわいそう、うん、好き、うん、大丈夫かっていう,こう心配っていう、なんかいろんなこう思いが入り混じって、ドーマスすごく、うん、ランキング的にはちょっと下になるかもしれないけど、すごく好きです。うん、で、えー、と最後までね、やっぱり、ぼ、え、ち、ー、のことを考えてくれていた、ほくろうも、まあ、今頑張ってくれているし、まあ、それぞれ今後見せてくれると思います。楽しみにしたいと思います。はい、というわけで、じゃあ今度こそ、次回お会いしましょう。じゃあね。